地震をはじめとする自然災害の発生に備えて、日頃から意識的に防災対策を心がけておくことが大切です。ぜひご家庭で防災のポイントを話し合っておきましょう。日常備蓄、ローリングストックを心がけましょう。ローリングストックとは、普段から使っているものを少し多めに備え、消費した分を補充し、常に一定量の食品、日用品を備えておくことです。これにより、新しいものを常に一定量備蓄することができます。食料、水は一人当たり3食分を用意しておくことがポイントです。非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。避難するときに持ち出すものを自分が持てる重さで用意します。玄関近くや寝室などに置き、すぐに持ち出せるようにしましょう。マスクや消毒液なども用意してください。地震発生時の行動を確認しましょう。地震はいつ発生するかわからないため、落ち着いて行動できるように日頃から考えておく必要があります。ポイントは、地震発生時の身の安全確保、地震発生直後の火の元の確認、地震発生直後の窓や戸を開け出口を確保です。地震発生後、安全に避難するためにどこに避難をするのか、何を持っていくのか、連絡手段といった自分や家族の避難行動もあらかじめ考えておきましょう。災害時の断水に備えましょう。大規模な地震が発生した場合、市内で約半分の水道が断水すると想定されます。断水時に開設する災害時給水ステーションで水を配布しますので、事前に防災マップで確認しましょう。配布時は水を入れる容器を持参してください。いざという時に自分や家族の身を守るため、日頃から災害への備えについて考えてみましょう。